様こんにちは、夢のです。今週もハンドメイドアクセサリーの販売がですね、ありがたいことに始められますので、新作の紹介、あとはちょっとギフトボックスなどの紹介もしていこうと思います。それでは始めていきます。今週はですね、11月18日金曜日の朝8時から11月20日日曜日の夜8時までハンドメイドアクセサリーの販売をいたします。で、アンケートでですね、やっぱり毎日オープンしていた方が便利ですというお声をたくさんいただきましたので、なるべくその体制に持っていきたいんですけれども、ちょっと今月中は難しいかなというところで、なるべくね、早く毎日オープンして週末以外もお買い物ができるように整えていきますので、待っていただけたらと思います。アンケートにね、ご回答いただきまして本当にありがとうございます。自分だけではね、ちょっとわからないところとかも多いので本当に助かっております。はい、では今週はね、そんなに新作の数はないんですけれども、紹介をしていきます。はい、まず一つ目がこちらになります。こちらはハーフドライアングルというシリーズで、私が一番初めに自分のために作った天然石のアクセサリーのこれですね。これの、スモーキーコーツのバージョンになります。で、これはね、もう本当に私がハンドメイドを始めてすぐ天然石を使って一番初めに作った作品で、で今もありがたいことに選んでいただけることがすごく多いものになっていて、でね、この半分開けている意味とかも結構深くあったりするんですが、語り始めると止まらないので、やっぱりスモーキーコーツって、自分でこれ自分のイヤリングも作って使っているんですけど、やっぱりね、すごく安心できて使っていて、いい石だなと思うので、このデザインもね、作ろうとは思っていたんですが、何しろね、こう見ていただくと分かるんですけど、スモーキーコーツのさざれってすごく個性豊かで、これとか真っ黒で結構大きかったり、この真ん中は透明だったり、すごくね、組み合わせるのが難しくって、作るのにこのいつものこれよりもかなり時間がかかっちゃうんですよね。それでバランスが難しいんですよね。結構大変なんですけど、やっぱりね、可愛いですね。このデザインはもう自分で言っちゃうんですけども、やっぱりこのデザインも可愛いですし、やっぱり天然石にはこのデザインがすごく合うなと思って作りました。はい、三角形の一つのこの辺が2センチなので、ちょっとちっちゃくはないんですけれども、大きすぎないので、こんな感じですね。ちょっとピアスの方がね、わかりやすいかと思ったんですけど、大体こんな感じになります。もう見た目の通りなんですが、モノトーンなカラーになりますので、あまりカラーがあるものを耳元につけたくないとかですね、あと顔周りをすっきり見せたい方は、このモノトーンのね、スモーキーコーツ、すごくおすすめです。落ち着いた印象になりますし、これはね、ちょっと向こうが見えないのでこうするんですけど、すごく透明感があるので、本当に耳元でね、キラキラするラメは入れてないんですが、このツヤツヤしているので、すごく綺麗です。で、すごく涼しげにも見えるんですけれども、カラーがね、モノトーンなので冬でも全然おかしくないので、というかね、もうこれは一年中使っていただけるデザインではあるんですが、本当にね、透明感がすごく綺麗なので、これはね、モノトーンカラーが好きで、天然石のお守りみたいなイヤリングやピアスが欲しい方にはすごくおすすめです。はい、これはね、もうちょっと新しい仲間が増えたという感じになります。これが一つ目です。はい、二つ目はこちらになります。こちらはですね、ちょっと遠くで見ると何かが3個並んでいるように見えるかもしれないんですが、実はこれ、レジンにシェルを埋め込んでお花を作ったものをですね、3つつけている、ちょっとブーケみたいなイメージをして作りました。で、このお花の中にですね、ピンクのシェルが入ったお花が1つと、オフホワイトですね、のシェルが入ったお花を2つつけているフープにですね、つけているイヤリング、ピアスになります。ちょっとね、お花の中にラメも少し入れているので、ちょっと可愛いかなと思います。お花なのでピンクは絶対使いたかったんですけれども、3つともピンクにしちゃうとちょっと子供みたいになっちゃったので、落ち着いたね、オンホワイトのシェルも使いました。全体的にお花を乗っけてみたんですけど、すごく重い感じになっちゃって、あまり可愛くなかったので、あえて下半分の3つだけお花をつけてます。これはですね、3点限定になりまして、ミンネさんで販売をいたします。はい、これはね、結構大きめです。つけていただくとこんな感じになるので、ちょっと大きめなんですけれども、
この空間がそんなにドーンっていう感じではないです。結構繊細な感じになります。お花をね普通に着色料でねピンクとか白とかにしても良かったんですけど、やっぱり普通に色をつけるよりもシェルの方がね表情がキラキラして表情があるのでやっぱりいいかなと思って、お花がねちっちゃくっても表情はあった方がやっぱり可愛いので、シェルって本当にちょっとラメも入ってるんですけど、シェルのねこのキラキラする感じってすごく可愛いのでお花にしてみました。これが2つ目です。はい、これが3つ目になります。3つ目はですね雪だるまちゃんです。雪だるまなんですが、結構ですね大人っぽくしたくって、まず、首にパールをつけております。で雪だるまちゃんパールをつけてまして、でこれ実は白い着色料を一切使っていなくって、ネイル用のちょっと透明感があるけど不思議な白っぽさを出すネイルのパウダーと、あとはかなり細かめのラメを使っていて、ただですねシルバーではないっていうところにこだわっています。私ゴールドがすごく好きなので、あまりシルバー感のないけれども雪っぽいイメージを出したくて、かなりこだわって作った実は雪だるまちゃんです。サイズもかなり考えて作っているので、全然子供っぽさがない感じになっております。つけるとこのくらいです。こんな感じ。これがね多分ゆらゆら揺れたりとか、あとは何だろう、真っ白とかだとちょっとねおもちゃ感がやっぱレジンって出ちゃうんですよね。なんですけどねこのかなりこだわっているので、大人の方が冬につけていただいても全然おしゃれかなと思います。きらめき感とかね、あとツヤツヤ感とかもすごくかなり丁寧に出しております。こんな感じで、3つ目はねこの雪だるまちゃんでした。はいはい、で4つ目ですね。4つ目はこちらになります。これは何だろうという感じなんですが、これはですね以前レジンで誕生石を作りたいななんていうことをお話をしたことがあったかと思うんですが、これはですね今11月なんですけど、これは12月をイメージして作っているタンザナイトの、ジュエリーになります。これはね誕生石シリーズで毎月販売をしていこうと思ったんですが、もう11月も半ばというかもう後半なので、これはね12月のタンザナイトになります。はい、もうこれは毎月早め早めに1ヶ月前くらいから発表していこうと思うんですが、これはこんな感じで12月をイメージしたタンザナイトのイヤリングピアスになります。これはねそんなに大きくなくってこんな感じになっています。これはねもうレジンで私が自分で色をつけたりラメを入れたりホログラムを入れたりして、形もねこのちょっと雫型のドロップ型にしています。でちょっとカットが入った感じになっています。12月生まれの方にねプレゼントですとかギフトとしてもいいですし、ご自身のね誕生石として集めていただけるのもいいかなと思ったので作りました。これはねもう本当に記念品みたいな感じにはなっちゃうんですが、ちょっと誕生日のジュエリーってレジンで作りたいなってずっと思っていたので、せっかくね今一年中販売ができる環境にあるので12月作りました。これが4つ目です。はい、であとはですねシリーズになるんですが、新しいシリーズとして作ったんですけど、このねスフィアっていう、スフィアって球体っていう意味なんですけど、こういうちょっと球体にクリスタルをつけていて、これはアメジストとローズクォーツなんですけど、スフィアというシリーズを作りまして、これはですね球体にこうクリスタルをつけたちょっとジュエリーっぽい丸っこいものなんですけど、これはですね 1.5 センチなので本当に、ね、耳たぶに収まるサイズなんですけど、このくらいですね。ピアスだとこのくらい。これねずっと作りたかったんですけど、球体の大きさとかですねすごく悩んでしまいまして、すごくちっちゃい小粒な方がいいかなと思ったんですけど、小粒だとこのクリスタルだけ目立っちゃったり、大きすぎるとすごく大きいので、すごく考えた結果 1.5 センチにしました。でこれちょっと今回たくさんあるので全部並べますね。今回スフィアのシリーズがこんな感じになっています。これが先ほどのアメジストとローズクォーツで、これがスモーキークォーツで、これはマイカフレークのブラウンっぽい赤みのあるマイカフレークが入っています。こんな感じで少しキラッとするパウダーも入れてます。で上2つはシェルで、これがシトラスで、これがマーメイドになっていて、自分でシェルをミックスしてシトラスっぽいオレンジなんだけどちょっとブルーとかグリーンも入れていて、こっちはもうマーメイドですね。
海をイメージしてるんですけれども、ちょっと紫っぽいピンクも入れたりしています。こんな感じでちょっとスフィアっていうね球体のシリーズを作りました。これはね今後いろんなものを入れていこうかなと考えています。はい、そんな感じでちょっとね今回これが多かったんですが、だいたい5種類新作がありました。新作は今回もうこれで実は終わりで、ギフトのシーズンが来ますので、ちょっとギフトのお知らせをしようと思います。これですね、一応クリスマスのギフトボックス、これ先週新作でお知らせしたもので作っているんですけど、こういう感じが完成形になりまして、これはねもうちょっと有料にはなっちゃうんですけれども、このクリアボックスに赤いリボンをかけたもの、こちらは有料のその1になります。これはねもうクリスマスのギフトボックスです。でもう一つというか、もうこちらも有料にはなっちゃうんですけど、アクセサリーのねギフトバッグみたいなのもご用意してます。ピンクと赤とグレーとこのブルーを用意しておりまして、台紙より少し小さいサイズなので、ね、持ち歩いていただくのにちょうどいいサイズ感になっています。こんな感じ、この台紙ごとはちょっと入らないんですけれども、アクセサリーをね外したりつけたりする方にはこちらのギフトバッグがおすすめかなと思っております。ちょっと両方とも有料にはなっちゃうんですけど、ボックスはいらないけれどもこの保存袋の方があったら便利という方もいるかなと思いましたので、ちょっとねお色も選べるようにしまして、ちょっとねこれは本当にクリスマスっぽいんですけど大人っぽい赤だったのでいいかなと思いました。でもこれはねこのスモーキークォーツ好きな方はモノトーン好きな方多いかなと思ったので、グレーと、本当にねこのピンクはベビーピンクで優しいカラーなので、いつものシリーズのこういうアメジストとローズクォーツなんかにすごく合うカラーです。でもこのブルーはねなんかそのちょっと可愛い宝石感のあるイメージのカラーで揃えました。そんな感じでね、このギフトボックスに関してはクリスマス限定になっちゃうかなと思うんですが、もうリボンも赤でクリスマスをかなりイメージしたので、ただこちらのギフトバッグに関しては一年中ご用意しようかなと思っております。通常のね無料のラッピングバッグはいつも通りするんですが、こちらは別ページにギフトバッグのページとギフトボックスのページを別のところに作りますので、お知らせとかもねしていこうと思います。説明文とかに書いておこうと思います。はい、こんな感じでねちょっと私なりに頑張った感じなんですが、結構プレゼントで買っていただくことも多いので、こういうのをねちょっとクリスマス以外もできたらとは思うんですが、なかなかねリボンの色とかってありすぎて悩んじゃって、クリスマスはもう赤かグリーンだと思ったんですが、私はもう赤にしようと思ってこれにしたんですが、でギフトバッグはねもう使える色が良かったので、そうですねギフトバッグはもうこの4色と、でクリスマスのギフトボックスはこういう感じになっております。それぞれねギフトボックスのページとギフトバッグのページを作っておきますので、ご入り用の方はそちらから選んでいただければという感じにする予定です。はい、そんな感じでね、今週の新作の紹介と、ギフトボックスとギフトバッグの紹介でした。はい、最後にですね販売日のお知らせをもう一度いたします。今週はですね11月の18日金曜日の朝8時から11月20日日曜日の夜8時まで、オンラインショップミンネクリーマ、あとはインスタグラムのダイレクトメールからも受け付けておりますので、ぜひ気になるものがありましたらチェックしてみてください。こういう定番のものももちろんございますので、お店に遊びに来てください。そんな感じで本日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。